パンチ、キックを問わず弱、中、強の優先順に通常技を入力することでコンボが出せる。これがチェーンコンボ。本システムでメインとなる攻撃方法だ。ボタンの優先順位はこのようになっている。図の通り組み合わせは様々。ここで少しチェーンコンボの映像を見ていこう。なおチェーンコンボではないが、ジャンプ中に複数回技が出せるということも覚えておきたい。必殺技をボタン2つの同時押しで強化できる ES 必殺技。ES 必殺技はゲージを1本消費して使用することができる。通常技よりヒット数が多くダメージも高くなる。そして追い打ち攻撃にも使用することができる。では通常必殺技と比べて映像を見てみよう。さらに技によっては ES 必殺技にすることで性能が大幅に変わるものもある。このように通常必殺技と ES 必殺技でその後の状況が変わってくるものがあることを覚えておこう。攻撃をガードしているときにガード硬直をキャンセルして必殺技が出せるガードキャンセル技。相手の攻撃をガードしている最中に対応技のコマンドを素早く入力。ガードキャンセルが成功した場合にはこのようにガード硬直がキャンセルされて必殺技を出すことができる。またガードキャンセル技は ES 必殺技にすることもできるぞ。ダウン中に方向キーを入力することでできる移動起き上がり。方向キー前または後ろで移動の方向を選ぶことができる。ダウンしたら方向キーを入力しよう。かなりの距離を無敵で移動できるので非常に有効だ。飛び道具で置き攻めをされた時でも移動起き上がりを使用すれば回避することができるぞ。また無敵技のないアナカリスには重要なシステムと言ってもいいだろう。Fantastic! Wonderful! Fantastic!
Wonderful!